緑園都市駅は神奈川県横浜市泉区緑園3丁目にある相模鉄道泉谷線の駅である。駅番号は SO32。電報略号は緑。関東の駅100選認定駅。相対式ホーム2面2線を有する高架駅。2004年に各ホーム中央部とコンコースを連絡するエレベーターが設置された。2017年には 行き先案内表示装置が設置された。将来的には、島式ホーム2面4線の待避設備を持つ駅として、使えるように設計されており、そのための用地も確保されている。この場所には、庭園展望台として、教築等などの樹木が植えられているほか、保線用機器の待機場所としても活用されている。また、現在は、待合室も付けられている。 ついたちあたり、乗車人員の推移2019年度のついたち平均乗降人員は25,276人で、ある。近年のついたち平均乗降人員及び、乗車人員推移は、下記の通り、東口ロータリー、泉の千円線のニュータウンの中心地域として、開発された。駅の立地する場所が、周辺一帯で、最も標高が低く、駅を挟んで東側、 西側は共に斜面となっている。基幹道路の中田幸は、丘線が町を南北に貫いており、駅前広場を中心として機能的に主要道路を配置している。また、幹線道路及び、循環線道路では、電線の地中化を実施している。緑園都市住宅地は、人間性を追求した豊かな街づくりを基本コンセプトとし、地域全体を ホテルの各機能に見立てた街づくりが行われている。駅の東側は、高層マンション群の3ステージ、緑園都市が並んでいる。一方、西側は7階建てマンションのガーデンズコート、緑園都市があるほかは、主に一戸建てを中心に開発されている。大学の誘致にも成功しているほか1990年には原工事設計による相模鉄道の美術館、 創鉄ギャラリーが開設されジャンルを問わない展示が行われていたが2014年3月30日閉館となった。他にも奇抜な外観の建物として駅周辺には山本利憲設計のコンクリートを露出させた独特の外観を有する建物がいくつか存在する。最寄りの停留所は東口のロータリー場にある緑園都市駅である。以下の路線が乗り入れ、 神奈川中央交通及び相鉄バスにより運行されている。なお、東口のロータリーにはタクシー乗り場もあるが、一般車両は進入禁止となっている。緑あふれる快適な街をイメージして、緑園都市と名付けられている。駅開業後に街の造成工事が始まり、1986年には、戸塚区岡津町の一部が駅名を取って、緑園一丁目の七丁目となった。 なお、計画時における箇所は、小安であった。ここでは、緑園都市駅構内とその周辺の関連施設において撮影されたものについて記す。かつて存在した、タッチパネル式自動券売機記事本文の出展利用状況の出展。ありがとうございます。